気持ち追加 DLC 来てほしい。まだお前がいるよな。仲間がいるよ。黄色の星がゴリラもどきの可能性。ゼロの秘宝続編。黄色のバナナ。ゼロの秘宝黄色がまだ残ってる説と位置を合わせたら黄色いゴリラになるのくさ。すぐりがモモアローの毒が遅く効いてきてこうなる可能性。オーガポンの元旦那だよ。オーガポンの元旦那、全裸で四つん這い移動するタイプの人間なのか。せめてパンツは履こう。次は僕の深掘りが来るかボス。レジェンズゴリラを待て。リメイクのポケットモンスタースカーレットゴリラ、バイオレットゴリラで追加とか。スカーレットゴリラ？例えばリコロイ映画や新作購入特典でゴリラ配布だったとして、その追加イベントによってエリアゼロの謎解明やキャラの新たな掘り下げは期待できるんだろうか。最低限キビパニくらいの尺は欲しいが、実際はミニイベント止まりかな。番外編は多分未だに前の時と違ってバレが出回ってないから、少なくともこないだの大容量アップデに何か入ってたわけではないっぽい。こいつ頭を高速回転させて芝ドリル状態になった岩尾だよ。次のレジェンズはレジアルよりさらに古代が舞台で、類人猿主人公である伏線でしょ。某考察スレの画像引っ張ってきてあれだけど、光の波長の色に合わせると赤くなるほど古代によって紫に近くなるほど未来寄りになってる。そう考えると黄色と人類誕生とか類人猿くらいの時代が余ってるってのはありそうだなと思った。青は岩近未来、緑は昔話くらいの年代らしい。ケツだけ見せて隠れんなよ。ORS で SM の仕込みちょっとしてた前例もあるし、10世代ポケットモンスターゴリラエイプの仕込みじゃないの。ファンブック買ったけどこのページは完全にスルーだったから、マジで謎のゴリラなんだよな。地上絵とかプレートとか考察スレに上がりがちな他のページはこの丸々は、みたいな煽りがついてるのに。SV で触れる予定があるからあえてファンブックでは普及しなかった可能性がビレゾン。実際あれ U ターン投げつけ猿とかザルードとかとはそんなに違うの？ぶっちゃけよくわからん。既存の霊長類ポケモンかもしれないし、新種のゴリラポケモンかもしれない。ただエリアゼロに今のところやれ U ターンと投げつけ猿は出てこないし、後ろ姿がどちらとも似てない。数百年経ってるから生息域は変わってると思うぞ。外でもよく見られるポケモンって言ってるから絶滅種の可能性もあるけどな。2月22日に何かないかな。金曜日にマリドンリメイク発売。USJ にドンキーのエリアが誕生。実はドンキーコングとのコラボでは、俺も追加 DLC 欲しすぎてついに夢に見た。新ポケモンの中にカルボーの3つ目の進化先と書いて、なんか無駄にリアルだったわ。言わない方が良かったのに。マサムになってた可能性。祝いの鎧、呪いの鎧のもう一つ来るとしたらなんだろう。夢覚えてたら教えてほしい、妄想でもいい。身体の色は紫だったのは覚えてるわ。完全妄想から生み出された産物でしかないけど、ブレンアルマとソーブレイズの中間みたいな色だったし、実際にいたら進化アイテムは補作の鎧みたいな感じかね。解析のまた劇なんで真偽不明だし、問題があれば消してくれ。まだ1枠だけポケモンの枠があるらしいから、何らかのイベントはあるかもしれん。ゲーム内のか配布イベントかはわからないけど。追加あるなら今度こそパルデアメインにしてほしいが、こっから追加幻なんてザルード枠だろうし、配布オンリーでシナリオ追加なさそう。パルデアブルーベリーどっちも欲しいお気持ち。謎ゴリラも気になるけど、正直ブルベもブルベでチューブラリンだから DLC あと最低2つは欲しい。テラリウムコアの中身なんなんだよあれ。この際、有料でもいいから追加 DCL 来てくれ。パボスとかそこら辺が全ていい感じにフォローされるシナリオくれ。本当に有料できたらめちゃくちゃ荒れそうだけど。頭テラスタルナブライア先生の再登場を信じろ。完全版の本ってキビキビパニックについても触れてた？触れてない情報が要素として残ってるなら追加期待したいんだけど。ぶっちゃけ番外編にも注目ってあるくらい。この桃の置物は、とはあるけど、ホームウェイ組とすぐりの家に行くって簡単なあらすじ書いてて、何が起きるかは君の目で確かめようで締めてる。それは、逆に期待できるんじゃないか？昔の攻略本みたいだね。本当に昔の攻略本みたいだったよ。ゲームの攻略情報載ってるし、後編の結末についても君の目で確かめようだったし。一応エリアゼロ極秘ファイルの方で、地上絵とかまだ本編で開示されてない情報のことほのめかしてたから、エリアゼロの謎について何かの媒体で解明するつもりはあるんだなっていうのは分かった。俺は SV が終わるなんて信じたく、というか最後パルデアの影めっちゃ薄くなって終わった気がするけど、本当にあれでいいのか。追加でこう、がっつりパルデアの話やろうよゲーフリ。エリアゼロとかホームウェイ組とかのザパルデアだった要素が最終的に後編や番外編でブルガク及びスグリの話に合流するから、もうパルデアと北上ブルガクとの境目自体なくなった感ある。パルデアにゴリラをはじめとした猿の楽園があるんだよな。ブライア消失どうする気なんだろう。全キャラ会えるように配慮しておきながらブライアだけ会えないとなると、ゲーフリもブライアの評価色々諦めてたとしか思えないぞ。幻の黄金に輝くゴリラの話をしてくれるサザレさん。新たなテラスタルかも。となぜかくっついてくるブライア先生。番外編クリアしたらシレットブル学内にブライア復活ブックへスマホカバーの入手手段の追加あるんじゃね？って思ってたけどなかったから、まだもう一つ番外編あってほしいけどな。何かあってまたペパーと並び立つイベントもキビパニじゃ起きなかったし。ブライアにスポット当たるならテラリウムコアとかテラパゴスの話になりそうだから、ペパーはスポット当たらない気がする。タイトル画面が朝、昼、夕だから夜明けまである説を支持したいんだ俺は。このゴリラは SV で回収するんじゃなくて新作への仕込みだったりしてな。レジアルで席は既存キャラの中に子孫らしき人物がいない、緑の仮面でサザレ登場みたいな。いつの間にか DLC 考察スレが途絶えてて悲しくなったまん。ポケモンデイまで情報なかろうし、情報出たら危機として立てられるだろうさ。せっかく6人で仲良くなったのにこれで終わりなの寂しいやんけ。最新ポケモンのラストエピソードがキビキビ謎ダンスで本当にええんか？あくまで番外編だから、メインエピソードはエリアゼロから帰還して夕焼けだか朝日だかに照らされながら友情を誓い合ういい感じのムービーで締めだから。緑、青ときたらロゴ画像回収のために DLC 第2弾ゼロの秘宝桃と黄色があると信じてるよ。亀逃がせるしサントラも出るなら終わりだろ？なぜロゴの4つのキラキラのうち3つのキラキラに対応する新ポケとアイテム出しておいて終わらせるんだ。
の思考がずっと脳内を行ったり来たりしてる。早くとどめを刺してくれ。逃せる仕様についてはテラス池のイベントのこと考えると関係ないんじゃないかなって思うんだよね。あのイベント逃がしてると起きないからね。つまり新たな幻枠でもなきゃモモクラスの番外編じゃなくテラス池程度のちょっとしたイベントしか望めないんだよな。ケンタテも DLC2 弾来るかもって予想されてたけど来なかったし、 SV も同じように終了じゃないかな。ケンタテは来たるべき事とは何だったのか過ぎた。何もわからないから伏線らしきものを設けた上でスルーの SV よりはもうこちらとしてもなかったことにはしやすいけど、ファンブック本屋で売ってたから思わず買ってしまったけど、エリアゼロで研究を続けていたオーリムフプー博士なら何かを知っていたかも。ってそれはもう博士本人から情報を聞き出すフラグなんよ。 DLC で青春がタイムマシンに乗るか、タイムマシンで博士のこと連れてくるだろ。これタイムマシンの鍵になる本は手元にもうあるのよ。よくわかってないもの。ゴリラの正体、異国の男がエリアゼロ推定の結晶を持ってた理由、地上絵を描いた存在、セザーと話した相手、エリアゼロ関係を認識阻害する存在、過小四角四角四角や学生のレポートなどゼロラボの研究レポートの文字をかすれさせたのも同一。テラパボスにそんな能力があるとは思えない。エリアゼロとパラドックスポケモンについてのエピソードは何か欲しいな。オーリムフプーがくれたスカーレットバイオレットブックには何か意味があるんだよな。続きが欲しいよ。あとブライア先生のゼロの思考を読んでみたかった。交換の落として終わりってそりゃないよな。あのブックでタイムマシン再起動してテラレイドアドベンチャーするもんだとばっかり。もうこうなったら設定資料集でもいいから全部解説してくんねえかな。タイトルまで変わって強制セーブだもんね。あれストーリー的にはすでにめちゃくちゃ大事な役割がある。博士はブックを現実にするべくあれほどの事件を起こしてて、タイムマシンの鍵にしたことも含めブックというものに人生込めるレベルで思い入れを持ってたと言える。なのに主人公の手元にブックが確かに残ったということは、間違いなくあの博士はブックを手放したってことの証明になってる。すなわち博士が幼年期の思い出に区切りをつけたことを意味するアイテムであって、博士本人の言った通り平行世界の存在ではあれども、ペパーの救われる世界も確かに存在するのだという暗示を手元に残してくれるのが渡されたブック。その上で一緒に冒険したペパーはお前と俺の思い出の本と表現してるのがまたいいよね。ペパーの元に親が戻ってきて救われるかもしれない世界の存在は示唆しているけど、じゃあ親がついぞ戻ってくることがなかった今のペパーは不幸なのかと言われたらそういうわけじゃないというか、 SV 本編が大好きで DLC 買ってるからこういう本編の補完的な部分はありがたく受け取ってるわ。ポケモンで今では期待を捨てられずにいる。それで何もなかったら諦めるから。番外編楽しかったけど最後のエピソードでミラコラ出番ゼロは悲しいので追加ストーリー待ってる。もうこの際 SV にでもいい。何か来てくれ。金なら出す。SM の時以外にが欲しいと思ってしまうわ。 SV SV のままだと主人公が1年のままだから半年の間にどんだけ詰め込むんだよって追加シナリオは絶望的に思えちゃうし、忘れられがちだが主人公は転入生でも1年で2回目の宝探しだから後期の転入と考えられるんだよな。1年間ですらなくあの密度のイベントこなすのバケモンやろ。番外編含めパルデアがほとんど空気だったし、期待していた愛の円盤のシナリオもあれだったし、大好きな SV がこれで終わってほしくない。黄色い星は暁やないんか。額の月が黄色じゃなくて各色だからな。サガレからもらえるこだわりスカーフも水色だし、このゴリラセザー曰くエリアゼロの他にもいる珍しくもなんともないポケモンっぽいんだよね。絶滅したポケモンなんか。特別講師をもだかさんのアンケートに兄弟選択すると、交友が深いならパルデアに来てくれるかもとか言ってるのもフラグですよね。おもだかさん信じてるよ。北上姉弟好きだから二人とも来てほしいわ。真面目にエリアゼロとできればテラパボスにきちんとフォローを入れてくれれば個人的 DLC の不満の大半は解消されるから、お願いだから手のひら返しさせてほしい。ポケモンデーでなかったらもう期待できないということなので悲しくなっちゃいそうだよ。野生児を世話して立派な旦那様に育てるオーガポン。シンクロマシン完成したりしたないかな。いやそんな欲しいもんでもないけど完成させてって言ったら DLC 出してくれないかなみたいな。ブルベで気になるのは青春のブルベリーグ参加に校長も絡んでること。まあ普通に考えればカキツバタが裏で手回ししたんだろうけど、サブロムで仮面始めたら最初にゼイユ倒した直後にシアの校長から留学の電話が来たから、校長の上位リーグ推薦はすぐり騒動とはまた別件な気がしないでもないわからんけど。 SV2 の発表来てもええんやで覚え。せめてうねる源鉄のイサハは常設してほしい。なんでこいつらだけレイド限定なんだよ。ブライア先生が使っていたスカーレットブックへのスマホカバー手に入れる手段がないので、これから何か追加されるはず。ただポケモンデー放送後に配布の線もある。後編クリア後に指定が消えて会える手段がないのとか、キツバタのスマホカバーが手に入らないのは実質番外編配信の伏線だったしな。ブライアが消えたのとブライアのスマホカバーが手に入らないのも状況的には同じだけど、どうなるか。ボタンだけが見れたプラントとかまだまだ追加できそうな隙はあるので望みは捨てたくない。ゴリラの剣もあるし、追加された時の舞台はパルデアがいいな。追加要素がブルーベリー学園に集中しすぎてパルデア舞台の作品なのにできることが少ない。現状何かありそうなのがエリアゼロ関連テラパボスの研究に精を出しているブライア、ブックのゴリラ、ブル学のテラリウムコアだから今後展開があるとしたら、人物的にはブライア、舞台的にはブル学を軸にしてエリアゼロの謎を掘り下げる感じになると予想してる。もう美容院以外ブルベリでいいやってなってるの悲しい。パルデアにもうちょい役割欲しい。なんかテラパボスの掘り下げしか次回言ってるけど、本音はホームウェイ組の掘り下げが欲しいんでしょ。いやホームウェイよりエリアゼロの謎を掘り下げて欲しいと思ってるよ。例の木とか。ホームウェイ組はむしろ番外編で満足したから別にいい。エリアゼロとテラパボスの消化不良感の方が今は気になる。欲を言えばホームウェイ高みでエリアゼロ探索したいが、テラパボス含めてエリアゼロの深掘りするならメインで登場キャラは主人公だけでもいいと思ってる。主人公とコライドンはミライドンのコンビでひたすらヘザーの足跡をたどる話でいい。
DLC 前編後編番外編と全部素振りだったから、エリアゼロの謎に迫る DLC 追加されるなら、純粋に主人公だけでいいかな、という気持ちはわかる。絡ませるにしても、リーグ関係者、ペパー、ブライア先生あたりくらいまで。特別講師があるからこれ以上は難しいと思うけど、パルデアメンバーのイベントもっと欲しいよ。ブルベ四天王個人的には好きなんだけど、出番あれで終わったのもったいなく感じたから、せめて後編のスターダンイベみたいなの欲しい。ポケモン交換できるし、オモダカさんのアンケートにも名前上がってるくらいだから何かないですかね。アンケで答えた誰かがパルデアに来るとか、セリフ追加だけかもしれないけど。わかる、ブルベ四天王と交流したい。でもあいつらはあくまで後編のサブキャラですって言われても納得の立ち位置ではあるし、何よりもお釈内ですって言われたら何も言えねえ。ブルベ四天王はパルデアジムリーダー的な存在だから、何か追加あったらジムリーダーと同じ扱いくらいにはしてくれるはず。主人公が4年生になった3年後の宝探しでテラパゴスと4歳をめぐるなんやかんやが掘り下げられるはずの同一主人公続編 SV に借りに来たや。アカデミーって何年生まであるんだ。ネームドで出てくるのは2年生までだけど何年なんだろうな。大学っぽいシステムだし4年か、中高っぽく3年か、小学生くらいの生徒もいるし6年か、はたまた。ポピーちゃんも入れる年齢らしいし、明らかに年上ぽいネモも1年生だし、日本の学校と同じように考えたら頭爆発しちゃう。日本の学校どころか元ネタスペインの学校とも他のどのリアル学校とも同じではないだろうけど、あまりに材料がないと考察できないから。大学の上限はだいたい通常の2倍、4年生なら8年が上限なことが多いが、アカデミーには最高に10年生がいる。つまり、10年生説。不思議な贈り物でまた勝手にエリアゼロに関する道具を送りつけてこんかな。大穴の冒険したいけど、これ以上エリア広がらなところが難点。一応ブルガクだったら真下に海洋プラントあるから下には行けるはず。ボタンが見に行けて主人公が行けないってことはないとは思う。後編出る前ブルガクとエリアゼロ海底で繋がってる説とかあったよな。そうや、エリア広がらなくていいから地上へとかステラポケモンいた場所とかにもう一度行くと、テラパゴスの時空超越発動して過去が垣間見えるとかでもええんや。なんならテラス池に行くたびにセガーポニオのモノワロージジイババアが順々に出てくるイベントとかでもいい。なんなら学校の本棚にゼロの秘宝が追加されて読めるようになって、なんか新情報書かれてましたみたいな、そんな小さなもんでもいいから何かしらの追加が欲しい。パルデア地方の物語だからパルデアで完結してほしい。残されたゼロの秘宝、黄色。秘宝と思われるゴリラ、ゴリラは知能が高い。素振りの部屋にある黄色いベッド、調べると古い文字絵がどうとかというよくわからない説明が出る。つまり黄色い秘宝の物語はゴリラと古代文字に関わる話で、それを解き明かす役としてブライアが絡んでどうのこうのと予想。本編はオレンジとグレープ、DLC はリンゴブルーベリーモモコンカンだしバナナみたいな頭のゴリラ出てきても別に変じゃないよな。こう見るとマジでバナナがこのラインナップに入ってもまるで不思議ではないな。異国の男ゴリラ前提だけどわかったかもしれない。結んだ男の髪バナナでゴリラの穴みたいな部分は草の塊部分なんじゃないか。ゴリラポケモンのタイプ予想をしたい。格闘タイプのゴリマッチョ予想。意外と水タイプだったりするかも。SV 新規の伝説順伝幻でまだいないタイプが。岩、水、虫、飛行。岩と水はオーガポンの面でカバーできるけど、虫も飛行もゴリラっぽくはねえな。まあもしゴリラ来るとしてもタイプかぶりは気にしない可能性の方が高いんだろうけど。異国の男はいきなり飛びかかった。この飛びかかったのが本当に虫タイプの飛びかかるだったりしないかな。翼の生えた飛行タイプゴリラみたい。黄金ゴリラ、日本語名はわからないけど海外名は多分 GOLLA。 ジニア先生、研究員時代の校長の話もっと聞かせて。スカーレットブックに記載されたセガーと話した人が誰なのか判明しないかな。個人でもテラパゴスいたら博士の時みたいに呼び出せるはず。ゴリラ来るとしたらやはり昔話モチーフなんじゃろか。実は超小さくて巨大化能力を持った一寸帽子とか。うちでの小槌みたいなやつでフォルムチェンジしそう。桃太郎、浦島太郎、サブで金太郎、角月なので、来るとしたら太郎と予想。太郎系の有名どころって他に残ってたっけ。八郎太郎、力太郎、三年寝太郎、くらいか。でも三年寝太郎出ても柿椿の方がよほどともなりかねないからこれ以外かな。正直金太郎枠はまだまさかり担いだバサギリ特殊個体を諦めきれない自分がいる。三年寝太郎くらいしか思いつかない。エリアゼロとテラパゴスの話が一番欲しい。して欲を言うならホームウェイ組とももう一回くらい共闘したいし、なんならオモダカさんとも共闘したい。ネモボタとは結局一回しか共闘できてないの寂しいし、トップチャンピオンとの共闘はやっぱ胸熱なんだよ。